皆さんこんにちは、ワンダルグルフジです。では今回は、手得の決断法バーブギとヤマトドッグホーリベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、オーストラリアとサンゴ海、それぞれアルミ資源のトレイル、ちょっとね、今オーストラリア大空襲を受けてアルミの収入がゼロになってしまってますけども、本来だったらここに11のアルミがある、オーストラリア沿岸と、そしてこのサンゴ海を取ったので、アルミの収入がね、少し増えてきて、航空隊の再建もね、順調に進められるかなというところまで持ってきています。で、今回はですね、まず、たびたび、イギリス軍がインド洋に侵入してくるので、これをまず排除しておきたいなということで、主力艦隊、空母艦隊をインド洋方面に転戦させていきます。で、その間の、対アメリカ軍の太平洋の防衛ラインは、相も変わらず、小笠原、マリアナ、トラックと、ここがね、敵の進行ポイントになってきますので、この3つの海域に、小規模な艦隊を配備してあります。で、あとは新たにね、前線になったサンゴ海にも、小規模な艦隊を配備して、敵の進行に備えるという形をとっていきましょう。では、スパイだけ送り込んでおきます。おそらくね、たびたび、イギリス軍が侵攻してくるので、これをね、撃退していきましょう。まずは、イギリス軍がドイツ領へ侵攻したものの、これをきっちり撃退してくれてるね。OK だ。お、こちらの方は、珍しくイギリス軍が侵攻してこなかったな。では、アラビア海にこちらから逆襲をかけましょうか。絶好の好機と見ていいと思うんで。いや、でもね、待ち構えた方がいいかな。結局、アラビア海にね、航空隊がいると敵基地からの攻撃も受けてしまうんで、インド洋はあくまでも敵の攻撃を待ちましょう。そしてこれを撃退せしめるという形ですかね。では、艦隊の方ね、新編成していきます。第16艦隊ということで、潜水艦隊をね、再興していきましょう。潜水艦隊はね、こう言うとちょっと語弊があるかもしれませんけど、言ってみれば消耗品的な感じになってしまっているので、この第16艦隊をね、潜水艦隊として前線、そうだな、小笠原沖にまずは派遣しましょう。で、もう一つ、新しく、第10艦隊ということで、こちらはね、打撃部隊になりますかね。作っていきます。各海域に、前線になる各海域に、潜水艦隊を配備しておきたいなと思っているので、今回は、潜水艦をね、まとめて作っていっちゃいましょう。潜水艦のゲームで言うと、Uボートっていうゲームだったかな。なんか潜水艦のシミュレーションゲーム、去年かなんか出てますよね。ちょっとやってみたいなーっていう思いはあるんですけどね。一応今月末には、パーツオバイアン4の新しい、パッケージが出るということなんで、ちょっとそれはね、絶対にやりたいなと思ってるんですけど、なかなかね、仕事の方も忙しく時間が取れないということもあってですね、思い切ったプレイをたくさんしていくことができなくなってきているんですけども、発音版や方の方はしっかりやっていきたいなと思ってます。じゃあここで再び爆撃機を作っておきます。で、作った爆撃機は、艦隊の方にしっかり配備。これでかなりの規模のね、艦隊ということで用意ができたと思うので、あとは、そうだな、インド洋にね、しっかり敵艦隊が入ってきてくれればいいかなという感じかな。艦隊がいると入ってこないよね。そうだよね。そしたら、どうしようかな。
今、パラオ沖にいる、この第二艦隊、まあ、実質空母だけの艦隊で、使い物に現状ならないんですが、これを、一旦、マリアナ沖あたりに転戦させておきましょう。で、航空機を多数作っておいて、その航空機で、敵の艦隊がね、侵入してきた時に潰すと。いう形を取っていきましょうか。まあ、しばらくの間、インド洋に主力の空母艦隊を配備したことによって、イギリス軍がインド洋に入ってくる気配がちょっとなくなっちゃったのかなっていう感じがしますね。実はこれ、毎週のようにインド洋にイギリス軍が侵入してきてたんですけど、ここ2週で、ね、ちょうど空母艦隊をインド洋に転出させてから全くっていうほど音沙汰がない状態になってるので、もしかしたらこちらの艦隊の動きを察知、しばらく攻勢に出てくることはないかもしれないですね。まあ、であればこちらは戦力がやっぱり連合軍に比べると脆い部分がある、特に航空戦力ですね。なので、まあ、その間にね、アルミを貯めて航空機を生産しておいて、消耗したらすぐ補充できるっていう体制をね、取っておければいいので、まあ全く問題はないですね。これはいよいよをもって侵入してこないな。であれば、さっきもお話した通り、こっちとしては、戦力の充実を図っていきます。第15艦隊を、そしたら3号艦まで進出させましょう。さらにどうでしょうね、新規編成で第6艦隊の方にさらに充実をさせましょう。これで第6艦隊もう一つの大きな戦力として、まあ、考えられる数揃いましたね。重武装の重巡と重武装の軽巡で揃ってますので、これをじゃあトラック沖に入れておきましょう。連合軍が手をこまねいている間に、我々は我々でしっかりと戦力の補充をしていきます。あと3月に第二次世界大戦を扱ったゲームがですね、一応ちょっとごめんなさい、名前がすぐ出てこないんですけど、出る予定になってたと思うので、できればそれもね、手を出していきたいなと思ってます。あと、買うだけ買ってまだやってないゲームで、これもね、ちょっと名前が出てこないぐらい、なんですけど、ちょっと後で、貼りますね。まあ、そういうゲーム、を一応やろうかなと思っていて、どんなゲームかっていうと、現代版の軍事シミュレーターゲームみたいな形になっているので、これもね、まあ、現代兵器の知識が、まあ、あまりないので、まあ、プレイを始めた時はね、皆さんからいろいろアドバイスをいただいてやっていきたいなと思ってるんですけど、そういったゲームをやっていこうかなというふうに、今後はね、思っています。残念ながらね、戦国時代のシミュレーションゲームっていうものが、まあ、もう信長の野望以外出ていない新しい新作っていう意味では、まあどっかのメーカーとかからね、新しくその戦国時代のシミュレーションゲームとか出てくれればいいなというのもありますし、逆に過去でこういうのあったよっていう意味でもいいんですけどね、なかなかちょっと目ぼしいものがなくて、せっかくキリンが来るやってるんでね、残念だなというところはありますね。結構ドイツ軍も無茶するね。北海の方に進行進行で。お、天下無双型が建造可能になったね。必要建造鉄鋼 13,541。まあ、この天下無双型を超える戦艦はもう作れないと思うので、これをね、連合軍の、連合艦隊の早期艦という形にしていきたいと思います。では、
また同じことになってしまって皆さん退屈そろそろされてきているんじゃないかなと思いますので、今回は少し戦力を振り向けていきましょう。まず今作った第14艦隊ですが、この第14艦隊はインド洋方面に動かします。でアラビア海の戦力だよな。これ敵出てくる気ないな。我々の戦力をしっかり分析して、今インド洋に攻め込んでも勝ち目がないぞっていうね、そういう動きになってますよね。であれば とりあえず引く手を、いや、いらないな。飛空艇はいらない。やめておこう。爆撃機にしましょうね。じゃあ、各海域の戦力もう一度確認しておきましょう。まずは小笠原沖はですね、まあ、それなりの戦力になってますね。で、マリアナ沖。ここも戦力は一応入ってはいます。第3艦隊と第7艦隊はガッチャンコだな。でトラック沖もね、艦隊入ってますね。で3号海という形。じゃあどこに今後攻め込んでいくかっていうところかな。やっぱりインド洋方面はね、叩いておきたいので一旦アラビア海に空襲をかけましょうか。というわけで、じゃあ今回はね、アラビア海の方に空母艦隊を出します。まあ、目的はあくまでもね、敵の艦隊にダメージを与えるというのが最大のポイントになってはきますので、夜間に侵入して、おお、いいね、雨が降ってくれているなら敵の基地を攻撃しておきましょう。了解。了解。了解。敵の艦隊にダメージを与えて、しばらくインド洋方面に敵が入ってこれないような状態を作っておきたいので、あくまでもね、目的は敵の艦隊を叩くということにしていきたいと思います。さあ、敵の艦隊を発見。攻撃隊を出します。あわよくば偵察機に釣られて敵の直縁が上がっているので、この直縁がね、戻ったタイミングで攻撃隊がちょうど出れるといいかなという感じかな。敵の直縁が上がってるな。よし、敵の空母は全部撃沈したね。これでだいぶ戦いが楽になる。
あとは敵の戦艦部隊がどっかにいるはずなんですよね。その戦艦部隊も潰しておきたいんだけどな。雨が降ってるんだったら今のうちに。いた、ここにいる。これも潰しておきましょう。ちょっと高速距離が足りないのか。残念だな。せっかく捉えてるだけにね。ただ常にタッチしておきましょうね、敵の艦隊に。一応雨が降ってる間であれば潰しやすいので潰しておきます。敵艦発見。ここで敵艦発見か。もったいなかったな。今基地の攻撃に味方の航空隊を出してしまった後に敵の艦隊発見してるので、もうちょっと呼び戻せないですね。そしたらもう一個の飛行場も叩くだけ叩いておきますか。そうすればうまくすればアラビア海のね、攻略というのが視野に入ってくるんで、時間的に間に合うかどうかかな。第一艦隊、ちょっと北上をさせておきます。で直ちに攻撃隊が飛べる状態にしましょう。あと1時間。ちょっと間に合わないかな。残念ながら爆撃隊飛びましたけど、間に合わなかったですね。まあ、ただ目的は達成したと言っていいと思うので、なんといっても敵の空母4隻撃沈してますからね。第三艦隊も叩いておきたいな。こういうところで欲が出てくるね。そしたらここは思い切って艦載機を補充してもう一撃を加えておきましょう。むしろアラビア海を取る、まあそういう感じでいきましょうか。で、アラビア海は放置しておけばいいので、取った後ね、占領はしない。取るだけ取る。まあ、それでも、全然目的としては達成できると思うので、一旦ちょっとそういう作戦構想でいきましょうか。で、今回作るのは、天下無双型。天下無双型の一番艦という形ですね。天下無双の次に名前が何も思い浮かん。22週間かかりますね、これ作り終わるのに。果てしないだ。ではまた、潜水艦がね、用意できると思いますので潜水艦を用意していきます。じゃあこの第10艦隊第10潜水艦隊ですね。これどこに出すかだな。まあマリアナ沖トラック、まあマリアナ沖かな。
いや、トラックですね。トラックに置きましょう。で、あとはスパイ捕まったところがあれば、スパイを送り込んでおきます。そろそろまたね、アメリカ軍が艦隊を再編してやってくる頃かなとは思うので、今回でアラビア海をしっかり潰しておいて、インド洋方面へと転出、太平洋方面へと転出していきましょう、再びね。では敵の艦隊の位置を探っていきましょう。敵艦を発見。どこにいる？ここだな。よし、では早速攻撃隊を送っていきましょう。目標は敵の空母。敵の空母さえ仕留めればね、あとは敵の直縁を気にする必要がないので、一方的に攻撃が加えられるので、敵の空母を優先しましょう。敵の直縁がまだ上がるか。これでもう仕留めたね。でも さすがに戦艦はなかなか沈まないね、航空攻撃だと。でここにも戦艦1隻残ってますね。この戦艦も沈めればおそらくアラビア海取れるんじゃないかなと思います。取りました。 OK だ。あとは航空機の損害だな。爆撃機が11機損失、雷撃機が3機ですね。偵察機もちょっと減ってますというところですが、まあアラビア海取れたので、では再び艦隊をね、太平洋方面へと振り向けていきましょう。アラビア海にいる味方の艦隊、これを一度トラック沖に出しましょう。でトラック沖で再編を行っておきましょうか。でアラビア海には特に何もしません。インド洋であくまでも敵を迎え撃つという形を取っていきたいと思います。ではね、ちょっと長くなってきてしまいましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回は再び太平洋方面での作戦ということにしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。